はい、どうもーワンバイに来たマジやーす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 。さあ、今回の動画はですね、はい、ご無沙汰の某中古店でね、ミュージックプラレールの紹介のも一点やっておりやーす。さあ、早速のね、12月の大晦日までにね、入手したね、はい、某中古店で入手したね、プラレールを、はい、続々とね、紹介していきたいと思います。いやー、さてとね、今日はちょっといっぱい、ちょっと膨大なんでね、まずね、どちらから紹介していくかというと、どっちかな。まあ、じゃあまずね、東京の顔であるあいつから紹介していこう。かつての顔であったあいつから。はい、まずは、はい、チャドーン！はい、まずは、はい、山手線に2サイズ500番台ですね。はい、値段はご覧の通りです。さあ、回収していきましょう。お、転倒したと。お、あれ？お、はい、回収していきや。おう。はい、こんな感じですね。はい、まず、転倒車から見ていきましょう。おー。こんな感じ。新メーカーはすごい汚れて、まあちょっとご覧いただいての通りですね、まあ傷跡とか汚れはありますね。後ほどまあ手入れしとけば大丈夫でしょう。おーすげーな。あーこれですね、まあこの気になるか、まあ傷跡もまああるですね。まあ新品とか備品ではないですね。おおー、これはあーちゃんと動くでしょうかね。一番問題はここそこなんだけどな。動くでしょうか。ちょっと今確認してみますね。これはしゃ、あれ、おー動いた動いた。はい、お見事。嫌われないね、嫌われはない。わっわっ、ほこりまみれだ。これは後でもうこれ後ほどね、手入れしときましょう。おーし、はい、これは後ほどね、手入れしておきましょう。はい、続いて、はい、中間車。はい、おー、ご覧の通りですね。はい、屋根上も、うんうん、あれ、ちょっとガタガタが、あれなんかガタガタがあったな。まあ、ちょっと緩いな。どういうことだ、これ、ちゃんと閉まってねえと。これ閉まってんのかな。おー、ではね、ドア開閉をもらいます。おお、はい、ちゃんと動きますね。おお、はい、ドア開閉の、はい、ドアなしですね。はい、ああちょっとなんかあれ、ああ片方が、ああちょっと安定が悪いね。ちょっとここか、もしや、ああこれで大丈夫か。ああまあいいや、ここはまああんまり使わないからいいとしよう。よし、はい、まずこちらですね。はい、続いても、はい、じゃじゃーん。はい、こちら、はい、山手線の中間車です。はい、開閉しやすく、はい、あ、ちなみに先ほどのね、山手線のあれ、コピー車ありませんでしたね。っていうか、後ほどありますけど、これは、はい、後ほどありますけどね。はい、こちらね、おお、はい、こんな感じですね。これもドア開閉は、まあ先ほどに比べ、ああ、大丈夫か。おお、はい、こんな感じ。おお、ちなみに、メイドイン、これ何ですか？これは、ベトナム、あ、どちらもで、ね、先ほどと同様、ベトナムですね。はい、こちら、中間車です。さあ、続いても、じゃじゃーん！はい、山手線の、ね、あ、中間車と後尾車です。はい、同じですね。はい、同じ形式を開封しや。はい、ちなみにね、はい、500円です。ちなみにこちらは500円です。はい、開封しや。はい、こんな感じです。まず中間車。おー、こんな感じ。あれ、ちゃんと、あー、ドア開閉の作動はしますね。ガチャガチャしづらい感じですけど、はい、
して、あガタガタがちょっと気になりますね。もう後でこれ手入れしときましょう。後ほどね。はい、最後交尾車。お交尾車、わあ色がなんじゃこれ、わあすげえな。おお、はあすげえ。まあご覧の感じですね。もうちょっと傷跡とかあったり、あと箇所にねありますね。まあ新品に比べて、はいはい。続いてはですね、はい、じゃじゃーん、はい、京浜東北線 E233 系のね、はい、中間車です。開封シェア、あれ、はいはい、中間車ですね。はい、わー色がな落ちたり、もうご覧の状態ですね。まあお察しくださいしか言いようがありませんけども、わーすげーな、まあ色が、まあ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 いつものことですけど、おおうーすげー、これ後で綺麗にしておきましょうかね。後ほど、なぜこんな状態になったのかわかりませんが、おそらく塗装かな、なんだろうな、わかんないけど、まあいいや。はいはい、続いてね、はい、じゃじゃーん、はい、こちら、あこちらのね、はい、京浜東北の日程のね、はい、これは500円ですね。はい、中間車と交尾車でした。ちなみに先頭車はありませんでした。はい、開封シェア、はい、おお、あこちらの中間車は綺麗だな、比較的に。まああのわあすげえなー、先ほどと比べるとこんな風に違うんですね。はい、屋根上もわあいい状態ですよ、比較的にいい良好な状態ですね。うん、ご覧の感じですけど、おお先ほどと比べると、おおこんな感じになってますね。はい、でちなみにこれもう綺麗ですね、シャーシも先ほどと比べると、おこんな感じですよ。さあ交尾車ですね。はい、交尾車、あなんだこのクソゴミ、わあなんだ、まあまあいや、これまあ改造行きだな、この顔はもう改造行きだね。わあ生クソ、これ落ちんのか、あいやもう嫌だ、夢なんか気持ち悪くなるから嫌な音がするからね、これ改造行きだな。顔自体はそのものはちょっと改造行きになるな。おおこちら、はい、ご覧の感じですね。おまあ色が、まあ塗装はちょっと剥がれてる箇所が点々といくつかありますね。まあご覧いただいての通り、はいはいってなります。はい、続いてはですね、はいはい、続いてはこちら、じゃじゃーん、はい、プラハクで入手できたね、はい、旧型客車です。開封シェア、はい、こちらですね。おお、このタイプは初ですね。まあこれまでの中古店やヤフオクなどで入手してきたものシリーズ以来、おー初ですね、こちらのタイプの仕様は。おーご覧の感じですね。まあこれ改造用にね入手したんですけどもね、はい、はい、で2両目、はい、じゃじゃーん、こちらも初めてですね。おーすげー、はい、これも200円ですね。こちらも200円、はい、開封しやん。おお、さあこちら、すげえ、おおちょっと綺麗、おおすごいな、これちょっとね、まあ仕様がこれベトナムだから、ベトナム製の仕様とね、メイドインタイランド仕様、タイランド仕様とね、ベトナム仕様で全然違いますね、これ。まあまあ見てる人は分かってると思いますけど、まあブラレールで遊んでるね、そこの視聴者様なら分かりま、お分かりではございますが、おおこんな感じ、まあほぼ備品ですねこちらは、うん。もう見ての通り。さあ最後3両目、はい、3両目も、はい、こちらもベルトインベトナムのね、はい、客車です。はい、こちらはすでにね入手しております。はい、客車ですね。はい、ご覧の通り、おおほぼ備品だな、ほぼ備品に等しい状態ですね。うん、っていうか、あーちょっとね、すげえ錆びついてんなこの車輪が、あーこれどっかでね、あーすげえうわ車輪のここが錆びついてる、おー、サビ取りのあれってどっか、なんか松岡さんの動画でなんかあったっけ、まあいいや。
わー、錆びついてんだ。これ錆び取りが必要ですね。まあ連結器、これ交換すれば大丈夫か。あとこれ連結器、わー、あとで交換すれば大丈夫だと思います。そう、はい、最後じゃじゃーん。はい、こちらですね、 EF510 のね、はい、レッドサンダーのね、入手してきましたね、中古品で、ね、はい、ご覧の感じでね、1950円でね、あったんでね、はい、開封したいと思います。はい、こちらですね。はい、こちらですね。はい、まずね、タンクシ、銀太刀から見ていきましょう。はい、こんな感じ。おー、銀太刀式は、もう、ご覧の感じですね。もう、これ、ほぼね、新品っていうか、備品状態。あー、ゴミがあるか。ゴミっていうか、これ、なんだ。まあ、汚れはないですね。おー、すげえす。こんな感じですね。ね、連結器の方は異常はないですね。はい、続いて、はい、こっちですね。はい、こっちは、おお、はい、まずこちらから見ていきましょう。お、ご覧の通りですね。おお、はい、とこちらも、はい、こんな感じですね。過去のね、あの開封動画でも紹介しておりますんで、ぜひそちらを合わせてご覧いただければ分かりますが、はい、こちらはこっちですね。おお、おい、はい、最後ね、はい、 EF510 のね、はい、レッドサンダー、はい、こんな感じ。おお、はい、ついに入手しちゃった。まあこれ増備目的でね、あの入手させていただきました。はい、こんな感じですよ。この金型の機関車さ、まあ皆さんご存知の通りね、あの九州仕様のね、あれを欲しいですよね。まあ出て、まあ高富さんやってくれればいいんですけど、まあね、世の中にはね、自分の思い通りにはいかないっていうのも存在しますから、なかなかね、行くとは思えないんですけど、まあ適当に語ってんでね、はい、そんなことはいいのでね、はい、動作確認。おーし、オッケー、はい、ギアワレナーシアシアシャオー、見事トトトトウイエイですね。よしよし、あーと、まあちょっと汚れはあったっけな。ところでもうほとんど汚れはないですね。少し綺麗にすればね、あ、ほんと、おお、すげえな、新品、ほぼ備品状態ので入手できたって感じですね。おお、素晴らしい。おお、これをね、また改造したいと思います。まあ、ここで言っておきますけど、改造は自己責任です。まあ、過去にもね、プラスイチャンネルとのコラボ企画でね、やった動画もありますので、そちらも合わせてご覧ください。まあ、もともとは水田一台向けの機関車として制作したものですけどもね、まあ、そちらも合わせてご覧ください。あー、おー、まあ、シールは剥がれはないですね。問題のシールとかの剥がれはない。うん。ということでした。そんなですね、はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。音に癒されてく奇跡を運ぶ
チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録をお願いします。